こんな感じです。すごい立派な旅館やけど、日帰りも行けるのがいいですね。ねえ、朝の10時から。うん、タヌキが好き、かわいい。タヌキと、これはなんか獅子神様みたいな。岡山の扉温泉郷のやりにかぶ。めっちゃ映えてるんですけど。あ、ちゃんが映えてる。やば。いいね。露天の温泉に向かってます。すごいね、たくさんある温泉の中から、韓流の湯かなに向かっています。蝶々が止まってます。珍しい自然を感じられますね。大阪にはいません。せせらぎが綺麗。すっごい森の中に温泉がありますね。貸し切りが何箇所だったっけ、2箇所って言ってたさっき。で、あのおすすめされた万竜の湯、万竜の湯にやってきました。なぜおすすめかというと、川に近いからみたいです。確かに川めっちゃ見えますもん ね、 ね、すごい川の音聞こえるね。入っていきます。入ってきました。すごい石のお風呂。石めっちゃ、でもすごいな、映えてる、映えてる、綺麗だね。この竹の格子からなんか川が見える感じですね。いいですね。なんか入ってますね。何かわからないけど。すごい、ここはタオルなしなんで。頑張ってます。はい、頑張ってます。手の力すっごい使ってます。ちょっと全然くつろげないですよね。くつろげないですね。めっちゃ膝牛乳飲みたいな。うん、風呂上がり。お腹、喉かいて。あ、取れます、取れます。貸し切りの種類とか巡れる、ね、お風呂の種類多いんで、多かったですね。泊まりたいですね。また泊まったらめっちゃ良さそうですよね。行きたいですね。やりにかめっちゃいい。ちょっと混浴挑戦してみたくないですか。挑戦してみたいです。混浴やってみたい。混浴やったことないですね、さすがに。あ、ですよね。はい、なんか混浴によってなんか弱み、着るとこと着ないとこありますよね。ハードル高い。ハードル高い。めっちゃ川の音しますね。めっちゃしますね。こっから見えますね、見ようと思ったら。あ、人がですか？川？あ、川。格子の間から。格子の間とか、あと窓から見えますね、こっから。窓が開いてます。開いてます。泊まって全部巡りたいなと思って。めっちゃ数ありましたね。ねえ、やりみかん。みかんみたい。イントネーション。やりみかん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 なんですかね。やりみかん。やりみかん。わからん。やりみかん。はい。先ほどの快晴で見てた景色がこちらです。お風呂上がりは私はラムネにします。お風呂上がりにラムネ買いました。乾杯。嬉しいよね。もう一気になくなっちゃう。めっちゃ飲むの早くないですか。めっちゃ飲んじゃいました。あ、でも私も。ということで、今回は麦茶さんと、コラボしてもらってですね、温泉2つ行きました。ありがとうございました。楽しかったです。麦田温泉
ね、この辺もっと興味出ましたね、うん、もっといろんなとこも行ってみたいなとか、ここのヤリミカンさんにも泊まってみたいなっていうふうにも思いましたし、うん、お肌もツルツルになったりとか、うん、なんか疲れも癒されて深く良かったですね、ね、最高でした、最高でした、自然に囲まれて空気も美味しかったです、うん、私たち初コラボだってちょっと緊張とかもしたんですけど、お互い初でしたね、お互い初でしたねいかがでしたか？めちゃめちゃ緊張したんですけど、たまこさんときょうこさんがめちゃめちゃ優しかったので、はい、よかったなと思いました。ありがとうございます。こちらこそ。こちらこそです。東京バナナまでいただいて、はい、ありがとうございました。あれ好きなんで、めっちゃ嬉しいです。よかったです。食べてください。はい、また6時間ぐらいかかるんで、もうなくなってるかもしれない。ということで、またぜひ機会があれば、はい、あ、ぜひお願いします、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。それでは帰ります。本日ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。麦、はい、チャンネルも麦チャンネルもぜひお願いします。バイバーイ。